問題。カーリングで1投のストーンで相手のストーンを2つ同時にプレーエリア外へ弾き出すショットを何というでしょう。正解はダブルテイクアウト。問題。国際単位系の7つの基本単位のうち、唯一アルファベット3文字の記号で表される単位は何でしょう。正解はモル。問題。ローマ神話に登場する軍神マルスをシンボルマークとするドイツに本社を置く文房具メーカーは何でしょう。正解はステッドラー。問題。地球の重力以上のうち、高度や地形による補正を施した後に残る地下の密度構造を反映した重力以上のことを発見したフランスの地球物理学者の名前から何以上というでしょう。正解はブーゲー以上。問題。1968年に札幌医科大学で行われた日本初の心臓移植を執刀し、殺人罪などで刑事告発されるも不起訴となった医師は誰でしょう。正解は和田寿郎。問題。聖徳太子が制定した官位12階における最も下の官位は何でしょう。正解は招致。問題。ノーベル賞の授賞式には肋骨を折っていたため出席できなかった量子電磁力学の研究により、1965年に日本人では湯川秀樹に次いで2人目となるノーベル物理学賞を受賞した学者は誰でしょう。正解は友永慎一郎。問題。石川県の県の鳥に指定されている英語名をゴールデンイーグルという猛禽類は何でしょう。正解はイヌワシ。問題。ネアンデルタール人と並んで現世人類に最も近いとされることから第三の人類とも呼ばれる化石人類を、その化石が見つかったロシアの洞窟の名を取って何人というでしょう。正解はデニソワ人。問題。社名を冠したズッコケ文学新人賞を主催しており、ズッコケ3人組シリーズのほか、おしり探偵シリーズや解決ぞろいシリーズを発行している出版社はどこでしょう。正解はポプラ社。問題。日本の裁判員制度において年齢のみを理由に裁判員を辞退できるのは何歳以上の人でしょう。正解は70歳以上。問題。映画ビューティフルマインドではラッセル・クロウが演じたゲーム理論における非協力ゲームの均衡に名を残す数学者は誰でしょう。正解はジョン・ナッシュ。問題。レム睡眠という時のレムとは何という英語の略でしょう。正解はラピッドアイムーブメント。問題。パリで生まれ育った女性をパリジェンヌというのに対し、パリで生まれ育った男性のことをフランス語で何というでしょう。正解はパリジャン。問題。大相撲で横綱に昇進した力士が最初に奉納土俵入りを行う東京都渋谷区にある神社は何でしょう。正解は明治神宮。問題。現在発行されている千円紙幣の裏面にも描かれている富士五湖の中で最も西に位置し、水深が最も深い湖は何湖でしょう。正解は本栖湖。問題。慣用句で機嫌が悪く意固地になった時には曲げ、おかしくてたまらない時には茶を沸かすと言われる体の部位はどこでしょう。正解はへそ。問題。数学で整数の剰余に関する合同関係を表すときに使われるモッドとは何という言葉の略でしょう。正解はモジュロ。問題。アインシュタイン方程式の解として理論的に存在が議論されている事象の地平線からあらゆる物質を放出すると考えられている天体のことをブラックホールに対して何というでしょう。正解はホワイトホール。問題。これをもって東西冷戦が終結したとされる1989年に行われた米ソ首脳会談を開催された地中海の地名から何会談というでしょう。正解はマルタ会談。問題。小説家芥川龍之介の三男で日本の新進作曲家の作品を対象に1990年から毎年授与されている賞にその名を残している作曲家は誰でしょう。正解は芥川靖。問題。弁慶が衣川の戦いで無数の矢を受けながら仁王立ちのまま死んだことに由来する身動きが取れない状態を表す言葉は何でしょう。正解は立ち往生。
問題。三重県津市発祥で名古屋の名物料理として知られるエビの天ぷらを具材としたおにぎりを何と呼ぶでしょう。正解は天むす。問題。1953年にエドモンド・ヒラリーと共に世界で初めてエベレスト登頂を達成したチベット人のシェルパーは誰でしょう。正解は天神ノルゲイ。問題。チョコレートに含まれるカカオバターの温度の上昇により白い結晶となって浮き出てくる劣化現象を脂肪の花を意味する英語で何というでしょう。正解はファットブルーム。問題。渋谷駅にある明日の神話、万博記念公園にある太陽の塔などを制作した日本の芸術家は誰でしょう。正解は岡本太郎。問題。ナポレオン、高砂、佐藤錦といえばいずれも何という果物の品種でしょう。正解はさくらんぼ。問題。日本からは沖ノ鳥島からのみ一部が見える極楽鳥の通称で知られる鳥の名前がついた星座は何座でしょう。正解は風鳥座。問題。1896年の第1回アテネオリンピックで現在の陸上短距離で主流となっているクラウチングスタートを披露し、男子 100m 走、400m 走の2種目で金メダルを獲得したアメリカの陸上選手は誰でしょう。正解はトーマス・バーク。問題。アフリカの角と呼ばれる地域を領域とする首都をモガディッシュに置く国はどこでしょう。正解はソマリア。